クロリス・リーチマンは、アメリカ合衆国の女優、声優である。1926年4月30日、三姉妹の長女として、アイオワ州デモインに生まれる。地元の高校を卒業後、ノースウェスタン大学とイリノイ州立大学で演劇を学んだ。1946年に、ミスアメリカを競ったことなどがきっかけで、テレビドラマや映画にも出演するようになる。 その後、本格的に演技を学ぶために、ニューヨークへ移り、アクターズスタジオへ入学して、エリア火山に指示。その後、ブロードウェイ舞台デビューも果たし、着実にキャリアを重ねていく。1971年に出演した、ラストショーでアカデミー女演女優賞を獲得したほか、エミー賞では20回以上のノミネートを受けた。アニメーションの声優としても活動し、 宮崎駿監督作品の英語版吹き替えには2作品参加している。2021年1月27日、カリフォルニア州エンシニタスの自宅で、老衰のため死去。94歳没。クロリスリーチマンウィンズサポーティングアクトレス。1972オスカーズ。オスカーズ、2020年12月15日閲覧。カーメル・ダガン、クロリスリーチマン。 エミー&、オスカー・ウィナー、ディエス・アット94。バラエティー、2021年1月27日閲覧。クロリス・リーチマン、オスカー、ウィニング・アクトレスプロリフェク・ TV スター、ダイズ・アット94。ロサンゼルスタイムズ、2021年1月27日、閲覧。バーク・ビスト、ロバート、クロリス・リーチマン、オスカー・ウィナー &TV コメディースター。 is, dead at 94 2021年1月27日閲覧ラスト賞米女優シーリー1万3死去日刊スポーツ https://www.nikknsports.com スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ 20210128000279.html2021 年1月28日閲覧。ありがとうございます。